よしはいまずねこれもう始まってますからもうリアル脱出ゲームとかあったらねこの最初のこういうとこに鍵があんのよねはいこのバスケットボールバスケ少年ですねあ釘とハンマーねええー、サラオサラオでしたすいません国民的アニメキャラクターのあれかと思ったえあこれ締め出してんのかちょっと待って またたババア来たよなんだよこれね壁ドン <laughs> これ床ドン壁ドンの意味乗っ取られたよなこういうのあるよななんかそのさインターネットが一番最初に言葉が生まれてそれがだんだんインターネットの外側くらいまで流通したら違う意味で解釈されて奪われるやつ ね、何とも言えない気持ちになるでもまあその奪われる頃にはもうその言葉に対して執着もなければ貴族意識もそんなにないからうんあれねカエル化現象もそうね、うん、カエル化壁ドン JKJK JK とかのいや <laughs> JK は多分常識的に考えてを言ってるんだと思うけどあれは違うんじゃないうんあれは JK はさすがに存在したんじゃない女子高生は分かんないけど ドキュンネームとかキラキラネームとかあこれはどっちかって言ったらあれマイルドに世間様で世間様用に使われやすい表現になったっていうね、うん、ああっていうネットをしてたのになんだよ